世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りするのは朝鮮史上最悪のカルト集団白白教についてです。歴史上には宗教絡みの事件というものもたくさんあり、時には財産を搾取され、また時には多くの人が命を落とすこともありました。今回紹介する話もそんな宗教が絡んだお話です。宗教でありながら秘密結社の形をとった朝鮮に存在していた団体、白白教とはどんな団体でどんな事件を起こしたのかを紹介していきます。なお、この動画は日本統治時代の朝鮮での出来事となりますので、使われる言葉などはその時代に使われた言葉のものもあることをご了承ください。それではどうぞ。白白教とは日本統治時代の朝鮮に存在していた秘密結社の形をとったカルト教団。およそ600人の信者を殺害したことで有名となり、朝鮮のみならず当時の大日本帝国にも大きな衝撃を与えました。その前身となったのが白道教と呼ばれる宗教。これは1902年に東学と呼ばれる宗教の信徒だった前帝運が修行して悟りを開いたと称し、布教を始めたものとなります。ここでは呪文を唱えて礼拝をすれば無病息災、不老長寿、そして神仙になれると説かれ、最盛期には1万人もの信者を獲得していました。しかし開祖の前帝運は信者からお布施として金銭を巻き上げ、気に入った若い女性信者を60人も愛人にし、贅沢な暮らしを送っていたんです。さらに前帝運に異議を唱えたり教団から逃げ出す者は警察への通報を恐れ、信者に殺害を命じていたのでした。そんな教祖も1919年には脳梅毒で死亡。その後、これまでの悪事や殺人事件が明るみに出ると、実行犯は逮捕・収監され、白道教は壊滅したかに思われました。しかし前帝運の息子で2代目の教祖であった前劉海は壊滅前に逃走しており、捜査の目を逃れていたんです。そしてこの男の手により警察の追及をかわすために秘密結社の形をとって復活したのが白白教でした。この教団では朝鮮は近い将来前劉海が統率して独立する、その暁には信者の貢献度に応じて高官のポストにつける、そのためにも金を持っている者は献金し、年頃の娘がいれば教祖に差し出すようになどと言って信者を勧誘しました。そしてこの情報の漏洩を防ぐために、信者は信者以外との人付き合いを徹底的に禁止された上、人里離れた山間部に強制的に連れて行き、そこで生活させるという徹底ぶり。さらにこの山間部では信者を焼き畑農業する家電民として働かせ、その収入まで献金させる徹底的な搾取を行っていたんです。また前劉海は父親と血は争えませんでした。廃教者は死をもって罰せられるとし、自身に背いた者、教団を逃げ出す者、そして性的に興味を失った愛人を山中へ連れて行き、殺害してはそのまま埋めるということを繰り返します。そんな白白教もついに終わりを迎えることになりました。1937年2月16日、朝鮮の軽機動軽乗府で宗教が絡んだ乱闘が起きると、警察は関係者を取り調べることに。そこから壊滅したはずだった白道教は白白教として復活していることが発覚。そして翌17日には警察がアジトに突入し、信者80人を検挙します。しかし肝心の前劉海は取り逃がしてしまいました。捕まった者の証言により、この教団では日常的に殺人が行われていたことが分かると、警察は山狩りを実施。その結果300人超の遺体が発見されます。この頃前劉海は山間部の信者の家を転々としていたのですが、次々と信者が逮捕されていき、逃げ場を失いました。そしてついには山中にて自殺を遂げます。私利私欲のために宗教を使って人の命までも奪った朝鮮史上最悪のカルト宗教であり秘密結社は、こうして壊滅したんです。白道教及び白白教の手にかかり亡くなった人の数は双方合わせて600人にも達しています。日本をも震撼させた出来事を起こした男は、死後その頭部を犯罪型頭脳標本として保存されたのでした。
いかがでしたでしょうか。朝鮮史上最悪のカルト集団白亜教について紹介しました。人間が宗教というものを分かりやすい形にしてから、いつの時代にも宗教を悪用し、信仰心を使って搾取しようとするものは必ず存在しています。今現在も不安定な世界の情勢から、こうした宗教にすがりたくなる人もいるかもしれません。また、宗教という形をとっていなくても、そのように誘導される場合もあるでしょう。今回紹介したような歴史の実例から学び、今日の動画が少しでもそうした事例の継承になればと思います。それでは今回はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。